それでは来週の秀美さんは次郎です。最近よく耳にするインスタグラム、ちょっとわからないので聞きたいのですが、インスタグラム、だいたいどれぐらいの重さのことなんでしょうか。他にもインスタミリグラム、インスタキログラムも存在するんですか。キログラム。さて来週の秀美さんは、生放送のエンディングで突然ラジオをやめたいと言い出す。あ、なんだっけそれ。ムシムシした暑さとは昆虫っぽい暑さのことだと勘違いしている。わからないそれ。キレッキレのダンスとは怒りながら踊っている人のことだと思っているの3本です。来週も聞いてくださいね。